タイムズスクエアが輝く、ヒラノ仕様、27歳の誕生日で巨額投資の真相とは、ヒラノ仕様の27歳の誕生日を祝うために、ファンたちは大金をかけて彼のビデオをタイムズスクエアに登場させました。これはもはや単なる誕生日プレゼントではなく、新たなショーの始まりを意味しています。彼をアメリカの広場に連れて行った瞬間は、ひるいなく輝かしいものとなり、その光は広がりを見せました。こんにちは、皆さん。 今回は、ヒラノ仕様のファンがアメリカのタイムズスクエアに彼のビデオを設置した驚きの瞬間に焦点を当て、その社会的な影響を探ります。これは単なる広告以上のものであり、ファンとコミュニティの強力な結集を象徴し、異なる文化や言語を超えて新しいつながりを生み出しました。この驚きの出演により、ヒラノ仕様は経済的にも大きな影響を持つ存在となりました。彼の参加したプロジェクトは即完売となり、 国際的なステージでも高い評価を得て、有名なレーベルからの熱いオファーが殺到しました。そして、ファッションウィーク中にアメリカ人たちを圧倒し、新しいファン層を引き寄せました。しかし、この出演が生み出したのは単なる経済的な成功だけではありません。社会的な影響もまた計り知れません。多くのアメリカ人が彼に興味を抱き、彼のファンとなることで、異なる文化や言語を超えた結びつきが生まれました。 これは単なる広告以上のものであり、人々の心に響く特別な瞬間となりました。動画に寄せられたコメントを見ると、感動が広がっています。初対面の人たちが、最高の誕生日プレゼントですね。いや、タイムズスクエアの広告は素晴らしい。といったコメントを残し、共感と感謝の気持ちが垣間見えます。これは単なる広告ではなく、コミュニティとの結びつきを深める特別な瞬間となりました。 新しい瞬間が生まれると、新しい質問も生まれます。視聴者たちは興奮しながら、タイムズスクエアって、ニューヨークのタイムズスクエアと同じなのいや、そこで宣伝できるんですかなどの質問を投げかけています。これにより、ファンとの交流がさらに深まり、コミュニティ全体が活気づいています。多くのファンは、彼の誕生日を祝うためにお金を費やしてビデオを作成したいと考えています。 最後に、ヒラの仕様自身もこの特別な瞬間に感謝の気持ちを述べています。アメリカの広場に登場するためにお金を払ってくれたファンに感謝します。それは私がさらに世界に到達し、さらに輝くのに役立ちます。とのコメントが彼の謙虚でファンに対する感謝の気持ちを示しています。この記事を通じて、ヒラの仕様の登場が広がる喜びや感動、そしてファンとの結びつきを感じることができます。 新しい瞬間が生まれ、それがコミュニティと共に世界に拡散していく様子は、まさにファンとアーティストの絆の深さを物語っています。